シンマル事故は、日本国有鉄道の宇宙連絡船ンマルが1947年6月9日の就航から9年間に5度にわたって起こした事故の総称である。なお、そのうち2件は死亡者を発生させた。また、その中でも最大の被害を出した1955年5月11日の5回目の事故を指す場合が多い。5度目の事故が社会に与えた影響は、 特に大きく国鉄による鉄道連絡線の安全基準が大幅に見直されたり、海上保安部による停船勧告基準が厳しくなるなどされ、またその後の瀬戸大橋建設の機運を一気に高めた。船の名前は高松市にある市運山にちなんでいる。5回目の事故後、船は瀬戸丸と解消されて復旧したが、1960年に中央栄江丸と衝突して、 中央栄丸が沈没している。一度目の事故1950年3月25日、宇の帝国より20分遅れの0時35分に出航した下り貨物1021便と、高松を帝国10分遅れの0時10分に出航した上り貨物1020便が0時58分に直島と高陣島に挟まれた狭い海域で衝突した。和し丸が、 死雲丸の横に衝突する形であり、死雲丸は横転し、一時4分に完全に沈没した。乗組員72名のうち、7名が死亡した。その後死雲丸は引き上げられ、連絡船に復帰した。二度目の事故1951年8月、高松港内で第二ユスマルと衝突。後日レーダー設置。三度目の事故1952年4月。 高松郊外でステイシに接触。後日ジャイロコンパス設置。4度目の事故1952年9月、高松郊内で、福浦丸と接触。1955年5月11日午前6時56分、上り第8便で運行中、同じ向行連絡線、下り153便大型貨車運行線、第3向行丸と衝突して沈没。 最大の被害を出した事故であり、国鉄戦後の大事故の一つでもある。死運丸事故といった場合は、この事故を指すことが多い。修学旅行中の広島県豊田群木の江町立、南小学校の児童などを中心に、死者168名を出した。第3右丸5月11日、瀬戸内海沿岸の会場では、濃霧警報が発表され、場合によっては、 視界五十メートル以下の見込みとされていた。午前六時十分、宇野港から大型貨車運航船、第三宇高丸が下り153便として出港した。出港時、天候は曇りで霧も風もなく、波浪も穏やかであった。六時二十分過ぎ、高松地方気象台発表の濃霧警報が無線電話で伝えられ、マリンレーダーをスタンバイする。六時三十五分過ぎ、 視界400メートルから500メートルになり、第三右号丸は、夢中信号の発信を開始。6時40分、志雲丸船長は、ブリッジ前方から視界を確認した時点で400メートルから500メートル、先の漁船が目視できたため、出航を決定。同国、乗客781人、乗員60人を乗せて、上り8便として、高松港を出航した。 6時51分ごろ、霧が濃くなり視界は100メートルほどとなる。第3ウコーマル主席運転手が、レーダー上2500メートルの選手、方向指示線上に、ン運丸を確認。この時ウコーマルは、海上衝突予防法にのっとり、振動140度とした。6時53分、距離1700メートルに接近。 第三ウコーマルからシウンマルの姿は依然として目視できないままだったが、シウンマルの無中気的音が左限方向から聞こえたため、第三ウコーマルは東西方向に距離が広がったと判断して、全速力で航行を継続した。6時56分、第三ウコーマル左限30度100メートル前方に、突如左へ回答するシウンマルを確認。このシウンマルの左点の理由は、 あとに、海南審判で最大の焦点の一つとなる。第3ウコーマル船長は直ちに機関停止、左台一杯を指示したが、5度ほど回答したところで、ウコーマルの選手が、ン雲丸運転船尾付近に激突した。第3ウコーマルの選手は、ン雲丸運転機関室。この機関室では、エンジンルームの複水機と、主配電源装置が爆発した。直ちに船内は停電し、 全電灯が消えた。同時に高さ4.5メートル、最大幅3.2メートル、船内3.5メートルの右舷大波高から機関室へ膨大な浸水が始まった。船長は特に何の指示も与えないまま、損傷箇所の確認のため一旦ブリッジを立ち去った。そして引き返す際すれ違った船員に、やった、と発言し、ブリッジに戻ると最後までそのまま止まっていた。 乗組委員たちは、水密扉を閉鎖しようと考えたが、すべての電源が落ちた状態であり動作しなかった。機関室の水密扉を手動で閉鎖することを、試みたが、すでに船尾が沈没状態となっているため断念した。暗闇と左限に急速に傾斜する船内で、客室は混乱を極め、乗客が右限に殺到、体力のない多数の児童が、 船内に取り残される事態となった。第三宇高丸側は衝突後、損傷状況から直ちに死雲丸の沈没を予見した。死雲丸機関室への浸水を防ぐためと、避難する船客の異常を図るために、左台いっぱいに取ったまま機関を全速前進として、死雲丸を押し続け、浸水の緩和を試みた。乗客は次々に第三宇高丸に逃げたが、船内には、 多数の児童生徒が残されていた。引率の教員の中には、第三ウコマルに一旦避難した後、逃げ遅れた子供を助けようと、再び船内に戻り、犠牲となった者もいた。子供らが逃げ遅れた理由として、修学旅行の基礎であったため、家族への大切な土産等を失うまいとしたこと、周囲の大人たちに押されるなどして素早い脱出が難しかったことが挙げられる。また、 救命胴衣の収納庫は子供には手の届きにくい位置にあり入手できなかった子供もいた。船員らは手近の子供たちに救命胴衣を配布したが使い方がわからなかったり身につける暇もなく海中に放り出された子供が多かったことも被害を拡大させた。この混乱の中、朝日新聞社の報道カメラマンは助けを求める乗客を撮影し写真は新聞や 週刊誌に掲載された。しかし、事故の悲惨な状況が知られると、なぜ撮影する暇があるなら、子供らを救助しなかったかとの批判が集中し、人命救助と行動について論争が起きることとなった。ン雲丸は、衝突から数分後の7時2分頃乗務員等の懸命の作業の甲斐なく、左限に横転し沈没した。その際、船長は、対戦を拒否し、 ブリッジに残り船と共に海中に沈んだ。事故当日、地元の漁師である、島谷国太郎は濃い霧の中を高松港の沖に出て、イカ漁をしていた。そして市雲丸がこの小舟の横を通り過ぎ、霧の中に見えなくなった直後に、大きな衝突音が聞こえ、急いでその方角へ漁船を走らせ事故発生の5分後に、現場到着、すぐさま救護活動を開始。 助け上げた遭難者で、小舟が一杯になると、第三マ丸に移して、再び海中の遭難者を助けた。結局、高松港から応援の船が来るまでの間に50名、近くの遭難者を助け上げたという。また、岡山県小島郡琴浦町の婦人会85名も、救助活動に活躍し、その活動が評価されて、文部省から表彰と、金一風を受けた。 この事故での犠牲者は168名に上り、うち児童生徒の犠牲者は100名を数えた。犠牲者の内訳は次の通りである。特に児童生徒の犠牲者100名中、81名が女子であった。現場では次々と児童生徒の遺体が搬出されたが、その様子はあまりにも精算で、搬出活動に当たった者の,の多くが、長らくその状況を語ることができないほどであった。 1955年から神戸海南審判庁で死雲丸沈没事故の海南審判が始まった。翌1956年1月に採決の言い,い渡しが行われたが、採決に対し不服があるとして1960年6月から高東海南審判庁で第二審が改定され、8月に採決言い,い渡しが行われた。採決の用紙は以下のようとなった。 本件衝突は、死雲丸一等運転試験船長の中村正夫、及び第三郷丸、船長三宅実の運行に関する各職務上の過失に起因して発生したものである。主な原因は死雲丸の高校に起因する点が多かったとされるが、船長が死亡しているため、そのような高校を行った理由については結局は明確に解明できず、推定の域を出るものではなかった。 中でも最大の原因は直前の左反転であったが、これについては謎のまま残された。直前のレーダーで指針のわずかに右側へ、第3右高丸が確認されたのが理由ではないかと推定されている。主な原因、編集し雲丸が高松港出港直後500メートル直進して北西に基準航路を取るはずであったのに、 なぜか100メートルほどしか進まずに北西に進路を変えたこと。現場海域が濃霧であるにもかかわらず、四雲丸、第三雲丸ともに、海上衝突予防法の規定に反する課題な、速力で進行したこと。中村船長は、濃霧での航行中、目視で万全の注意を払わなければならないのに、マリンレーダー観測のみに専念したこと。6時55分頃突如。 エンジンストップしたこと。ただし、これは、濃霧のため、とりあえず速力を低下させる意図があったとされている。衝突直前に突如左へ、進路変更したこと。事故発生から8年後の1963年3月19日、高松高等裁判所で、シ死運丸公開死及び、第三ウマ丸船長に有罪判決が下された。検察。 被告ともに最高裁への上告はされず、判決が確定した。遭難者慰霊日高松市西、宝町の西方寺境内にあり、瀬戸内海と高松を見下ろすように立っている。この事故は、前年に起きた東山丸事故と相まって、国鉄に大きな教訓を与え、連絡線路線帯構造の全面的な見直しが実施された。またこれに伴い、従来行われてきた。 連絡船による客車の構想が完全に中止されると、共に上下航路の完全分離が実施された。さらに、事故が立て続きに起こったことに対し、長崎総之助総裁が隕石辞任し、公認には東郷信事がついた。また航路を所管する四国支社には新たに、宇航船舶管理部が設置された。この死雲丸事故を聞き、昭和天皇が、 事故の犠牲者及び被災者へ向けて、金一風を特別に可視している。事故の後、海上保安部による停戦勧告基準が厳しくなり、向こ連絡船は一切人身事故を起こすことはなかった。しかし、初夏から梅雨にかけての濃霧で、たびたび停戦勧告が出されるようになったことが、輸送上の障害となったため、瀬戸大橋の建設機運が高まることになった。これは、 本州四国連絡橋の三計画ルートのうち、小島、境出ルートが最初に建設されることにもつながっている。1980年代に瀬戸大橋は完成し、四国の観光や経済に恩恵をもたらした一方、本州への若者の流出を招いた。特に香川県から岡山県へを中心に人口流出が続いている。また、この春丸事故及び、 同年7月に三重県津市で発生した京北中学校水難事件において数多くの児童、生徒が溺死する事態となったことから文部省の指導などにより全国の小中学校に学校プールの設置が進められ小中学校の体育科目で水泳が必修となった。現在は慰霊碑が香川県高松市西宝町に混流され事故の記憶を構成に伝えている。 また、教師3人、児童22人の犠牲者が出た木の枝町立南、小学校校庭には1956年4月28日に、遭難者記念館が建てられ、犠牲となった、教師、児童の家などが置かれていた。後に、旧木の枝小学校と統合して、木の枝町立木の枝小学校となるが、さらに2003年に、木の枝、大崎、東の山頂合併により、 大崎上島町立木野江小学校となった。2002年には、死雲丸記念館の新築落成式を迎えている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます死雲丸事故に関するカテゴリ、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 死雲丸事故に関するカテゴリ。ありがとうございます。